おはようございます。おはようございます。今週は黒岩知事にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてリポーターはこの二人です。はい、カリカワンナです。よろしくお願いします。そしてドゥムシヌエレリュークユー無理やりティクユーデム言う前のこうちょっと ポジションがね、ちょっと一呼吸を吸う気になりましたけど、よろしくお願いします。さあ、今週はですね、東京2020大会を支える神奈川パワーについてお送りしていきたいと思うんですが、まあ、まだあと3年もありますが、その間に準備すればいいかと思いきや、実はもう江ノ島で開催が決定しています。セーリング競技、早くも来年プレプレ大会が行われるそうですね。そうなんですよね。このセーリング競技ってちょっと特殊なんですけどね、うん、その海面でレースをするときにですね、そこはどんな風が吹くのか、うん、潮の流れはどうなのか、そこを選手はね早くマスターしたいんですよ。でそれでまあプレ大会があるんだけど、もっと前に知りたいということでプレプレ大会、プレプレ大会、2年前にやるんですよ。2年前に開催するということはもうつまり来年ということなんですよ。早すぐですね。もうあと1年しかない。そう、もう準備は待ったなしですけれども、この運営費用に関してはもう知事国中を巻き込んでの、もうこれ本当苦労しましたよ。っていうのはね、もともとですね、立候補するときに立候補ファイルとなってですね、はい、そこには費用負担役割分担はこうしますということが書いてあったんですね、うん、それがこうだった、はい、つまり高級施設っていうのはオリンピック終わった後も使えますよという施設、うんうん、例えば今回ね、葉山港整備っていうのはどういうことかというと、江ノ島に今1000艇ぐらい船が止まってるんですね、はい、これを移動していただかないと競技会場できないですからね。これを移動する先、これが葉山港ですね。ここの整備をしましょうということ、うん、でこれからそれからセーリングセンターというのを新たに作りましょうということ、はい、それから江ノ島渡る橋ですね、ここいつも渋滞するんですけど、ここをシャンセスにしましょうよということ、こういったことはまあ高級施設ですね、はい、でこれは開催自治体が負担することになっているので、まあ、我々はもともと覚悟を持って、これ40億ぐらいかかるんですけど、これ我々は負担するということを決めてたんです、はい、で実は仮設施設メディアセンターなんてプレハブみたいなものを作ってね、終わったら壊しちゃうんですよ。こういうものとか、例えば運営費、船を移動するお金とか漁業保証、こういった問題はこれは組織委員会が負担するか、東京都が負担するか、国が負担するかというもともとのルールになっていたんです、うん、ところがですよ、いつの間にか、まあ、こういったのもお金かかるからといって、うん、これも開催自治体に負担させようという動きが出てきたんで、それは違うって言って、もともとの原理原則通りやるべきだっつって徹底的にやったんです。結果どうなったかというと、これ、はい、お高級施設だけで、うん、いいですことになった。だから全面勝利ということになった。すごいということですね。そうだったんですよ。ほっとしてる。戦いが、いや私たちも、ね、楽しみで仕方がないんですけれども、うん、あの県の取り組み以外にも意外なところで、ね、盛り上げようという取り組みが行われているということで、うん、アンナちゃん、はい、はい、まずはですね、まあ、湘南にはおしゃれな、ね、海の家いっぱい並んでますけど、その中にひときわ目立つ建物があるということで行ってまいりました、うん、こちらご覧ください。海だー、あーちょっと、もうやめて、もうちょっともう やり返すよ、もうございます。片瀬東山にやってきました。ということで私も今日は海スタイルでございます。そう、今日はですね、ここに注目の海の家があるということなんですが、どこかな、あっち、今注目の海の家ってなんだろうね、アンナちゃん。夏も本番、そんなこんなで浜辺を探索しておりますと、気持ちいいな。いや海の家も出てて、あ、なんかあれちょっと他のと様子が違くないですか？形が面白い。ちょっと行ってみましょう。アンナちゃんが見つけたとっても気になるかまぼこみたいなこちらの建物、実はこれが今注目の海の家なんです。そこにはこんな秘密が。すごい変わった形の建物だなと思ったんですけど、はい、ここはどういった建物ですか？はい、釘を一本も使っていない海の家です。釘使わなくてこんな綺麗なアーチを描いた建物ができるんですね。
釘を使わずにってどういうこと、ね、不思議ですよね。この建物はですね、次世代にきれいな海を引き継ぐことを目的に活動する NPO 法人海さくらと日本財団の共同で企画されたんです。ちょっと変わった形してますよね。まだなんで釘を使っていない建物、僕たちは12年間この江ノ島でゴミ拾いをしている中で、ここの浜、東浜もそうですけれども、釘がたくさん出てきてしまった。それを調べていったら、海の家の解体時に、または建てる時に出てきた釘でですね、その量がものすごかったんです、釘を一本も使わない海の家を作ったら、なんかちょっとずつ私はここを使わないでみようとか、現状していただいて、なんか優しい輪が広がって、海にこの浜に釘が一本もなくなればと。現在はライフセイバーなどの事務所として利用されているこちらの建物なんですが、中を案内していただきました。まず全体的にこの釘のない海の家はですね、釘を使ってないということと、もう一つ間伐材を使ってます。間伐材、山がですね、今健康じゃないと海のもう健康にならないんですね、要は海で山を想像してもらいたいとか、例えばこういう扉のところも釘を一本も使ってないでこうやってやるという感じですね。ちょうどはまるように、はい、こうやって木をはめ込んで、そこに木をつなげて、そしてここの止めるやつでトントントンってやって、もうパズルみたいに、もうパズルですね。アーチのところもこうパズルみたいにしてそうですね、ですよね、はい、どうやって止まってるんだろうって思っちゃいますけど、全く同じ原理で、あそこにパズルみたいにこうはめ込んで、それで止め、木でこう止めてあげるっていう。この建物は解体と施工が繰り返せる構造を採用。設計を担当したのは建築家で慶応義塾大学大学院の小林博人教授。東日本大震災の被災地復興でも釘を使わない建物を建設し話題となりました。さてこちらの海の家、東京2020大会ともつながりが深い建物なんです、それはですね、すごい可愛らしい絵が描いてあります。これはどうしたんですか。2020年東京オリンピックの、ロゴマーク市松模様の作ってくれたアーティストの所さんが、まず描いてくれて、江ノ島の魚っていうイメージで、それをデザインしてくださったんですか。そうなんですよ。すごい。はい、三角と四角でこうつながりとか、海と山のつながりとか、町と川と海のつながりとか、いろんなことをこう組み合わせて、それを魚にしてくれて、でその下絵に、子どもたちがですね、30人ぐらいで自分たちで色を塗ってくれまして。そうなんです。このプロジェクトにはですね、大勢の子どもたちも参加してるんですね。で、さまざまな体験を通じて海の大切さを学んでいったんです、東京2020大会へ向けてきれいな砂浜を作る、これも大きな目標の一つなんですよね。みんな頑張ってますよね。そうですね。いよいよ3年後が東京2020大会ということですけど、どんなことに期待してますか。そうですね、僕たちはこのやっぱり江ノ島に昔タツノオトシゴがたくさんいたぐらい海がきれいだったみたいなので、これからどんどん海がこうきれいになっていけばと思ってます。2020年にはあそこの天幕のところにもうちょっと魚を増やして、海外から来られる方にもこう見てもらったり、また釘のない海の家を発信として他のいろんな海の家もなるべく釘を使わない工夫をしてもらって、もうずっとこの浜には釘とかゴミとかをないような浜にして、タツノオトシゴを江ノ島に戻したいと本気で思ってます。もっとクリーンな海になったらいいですね。はい、ねえ、やっぱりまゆちゃんも子供をね、砂浜で遊ばせたりしたいもんね。そうですよね、だから釘はびっくりしましたね、でも釘がなくして建てられるんだっていうことにも感動しました。そうパズルみたいにして、しかも下の土のうも浜の砂を使ってるので、解体したら本当にいろんなゴミが出なくってエコなんですよ。あんなに釘が落ちてるってことも私知らなかったので、ちょっとびっくり
くりしたんですけど、ああいう建物増えていったらいいなってね、古澤さんもねすごくおっしゃってました。これやっぱりね、まあ、今回釘の話だったんですけど、はい、もうあの辺の海がねすごく綺麗になってるんですね。っていうのは地元の皆さんがねこう一生懸命やってくださって NPO なんか作ってくださってね、それで普段からそのゴミを集めたりとかね、しっかりと皆さんがね綺麗にしてね浜を守ってくださってる、だから今の江ノ島があるんですよね。ね、本当ありがたいことですよね。綺麗な海をアピールしたいですよね、うん、そうですね。さあ続いて東京2020大会を支える神奈川力なんですが、はい、まだまだ、はい、続いてはですね、うん、競技には関係ないんですけど東京2020大会に欠かせないもの、うん、なんだと思います？欠かせないもの、うん、あるものやっぱり、あ、でも必要でしょ、リュックサック、リュックサック絶対必要、それも、ね、割り箸がね、割り箸行く人はね、ござそうそう、ござ行く人がそれ必要なものであって、これ実はねおもてなしをする側として必要なものなんです。一体何なんでしょうか、こちらご覧ください。ということでアンナちゃんがやってきたのは県立湘南海岸公園サーフビレッジ。いやー、それにしてもいい天気、暑が夏いぜ。あ、なんかすごい綺麗なお花、すいません、はい、今これ何されてるんですか？はい、今ですね夏のお花飾りの準備ですね。そう、東京2020大会に欠かせないものとは大会を彩る花だったんです。こちら日本ハンギングバスケット協会神奈川県支部の中西さんたちは東京2020大会に向けてここである実験を行っているんです。これまたどうしてここに今飾られてるんですか？はい、ですね、この目の先に江ノ島がございますけど、うん、はい、2020年のオリンピックの際に神奈川でもあちらでセーリング競技がありますね。そうですね、その時にやっぱりお花も綺麗に飾って、うん、あとまあ皆さんにも安らぎを与えたいっていうんで今トライアルをしております。トライアル、はい、日差しが強いっていうのと、うん、まあ風も強いですね、はい、それで潮風も浴びます、うん、それから砂も飛んでくるということなんです。砂浜だから、はい、安心して飾れないので、うん、いろいろとこれからあと何年かありますのでトライアル重ねつつ、なるほど、はい、大会が行われるのは夏の炎天下、しかも神奈川の江ノ島会場は海の目の前、お花にとってはとっても厳しい環境なんです。そこで中西さんたち日本ハンギングバスケット協会神奈川県支部の皆さんは3年後の大会で会場を飾るため今年から現地で実験的展示を行っているんです。あれ、ちなみにハンギングバスケットってどんなものなんですか？うん、はい、ご説明いたします。このハンギングバスケットというのはイギリスで始まった歴史ある装飾園芸の技法なんですね。で、草花を植えた鉢とか籠を壁にかけたり吊るしたりして立体的に展示して土の少ない場所とかスペースの限られる空間を明るく気軽に演出することができるんです。すごいアイデアですね。かわいい、かわいいですよね。海外ね、こんなのありますね。どんなお花があるんですか？こちらはマリーゴールドですね。あ、綺麗、はい、夏らしい。それでこうこれ真っ赤になるんですね。はあ、でペンタスも割と乾燥にも強く、うん、夏も強いんですね。それにサルビアですね、うん、あとコリウス、このコリウス愛しのエリーっていう名前なのでそれで入れてみました。湘南にバッチリじゃないですか。そうそう、どうですか、2020年までに持たせられそうですか？そうですね、はい、こう何回かまだあるので、うん、まあ、夏を過ごしてみて、はい、いいですね、完成を目指します。いいですね、はい、ちょっとぜひ私もちょっと手伝わせていただいてもいいですか？はい、はいはい、どうぞ。ということで私もお手伝いしちゃいました。こちらがね先ほどの愛しのエリー。もちろんね今回のお花たちは暑さにも強い品種ではあるそうなんですが、うん、中西さんたちにとっても真夏の炎天下の海での展示は初体験なんですね。で今年のトライアルを皮切りに東京2020大会に向けて展示の仕方とか日々の水やりメンテナンスの頻度などさまざまな要素を今後検証していく予定だということなんです。これからなんですね。難しいんですね。
こうやってたくさん、もっともっとたくさん並んでいるところで、皆さんにこう歩きながら楽しんでいただけるといいですね、はい、そうですね、はい、すごい綺麗だし、はい、あと夏に綺麗に咲いてるお花見ると元気がね、そうですね、私も頑張ろうみたいな、はいはい、元気がもらえますよね。そうですね、来てくださる方皆さんに、うん、選手の方にも皆さんに、うん、安らぎを与えることと思いますので頑張りたいと思います。ぜひその時にはお花でいっぱいにしてください、はい、そうですね、いっぱいにしたいですね、はい、本当に今日はありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。なんかお花ってこうああいう大会にはつきものですけど、そのお花の準備がいるって考えてなかったですね。大変ですよね、うん、ハンギングバスケットってね、あれ、うんうん、この間春やってた、横浜でやってた全国都市緑化フェア、はい、あれで街中にありましたよ ね、うん、とっても綺麗ですよ ね、目線にあるっていうのが、そうですね、うん、で今回 の実験展示用のハンギングバスケットなんですけど、場所が湘南海外公園のサーフビレッジの水の広場、そしてね江ノ島のヨットハウスの横で展示される予定なので、ぜひ、ね、この機会に見に行っていただけたらと思いますが、東京2020大会、お花どれぐらい必要だと思います？やっぱ花といえば大久保さん。そうね、やっぱねかかってると思うから2020本。え少ない2020本。いっぱいいるって言ってるのに。供給マニュアルというものがございまして、そちらによりますとですね、なんと概算で122万本の切り花と切り枝、そして7万鉢の鉢植え、ちょっとどれぐらいみたいな、多いということは分かる。そう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 、そうなんです。でもねやっぱりお花はあってほしいですからね、あるだけね綺麗になるでしょうね。はい、ということで続いてはですね、東京2020大会盛り上げたい、楽しみたいっていう人なら、うん、初心者でも OK なあるアートに体験してきました。 VTR どうぞ。今回私が体験するのはじゃん、これフェイスペインティングです。ふー、いるいる、こんな可愛い女の子。東京2020大会にフェイスペインティングで参加しようを合言葉に、NPO 法人日本フェイスペイント協会では現在1万人のサポーターを募集しているんです。アンナちゃんもご覧のように気分アゲアゲでございます。本当に可愛いですねこれ。お似合いですよ。 ありがとうございます。 もう、うん、してもらってもうウキウキして本当テンション上がって、よかったです。でもそれがねフェイスペインティングの魅力なので ね、はい、今1万人のサポーターを募集してるってことですけど、どうしてこういう活動をしようと思われたんですか？はい、2020年のオリンピック、うん、パラリンピックでフェイスペインティングを会場で、する人たちを育てたい、うんうんうん、あとは皆さんにフェイスペインティングでオリンピック、パラリンピックに参加していただきたいと思って始めました、うん、その時は何を描こうとかで今考えてるんですか？多分基本的には国旗になると思うんですよね、うんうんうん、その日本の国旗、うん、あと海外からもたくさんお客様いらっしゃいますよね、うん、やっぱり自分の国の国旗と、うん、開催国の国旗とを、うん、多分両方ペイントして観戦したいっていう方が多いんじゃないかと思います、うん、それでその1万人の方に、はい、まあ、この技術を教えてというか、はい、代表の深井さんは日本のフェイスペインティングの第一人者として活躍。日本フェイスペイント協会では2002年のサッカー FIFA ワールドカップをはじめ、数々のビッグイベントでこれまで100万人以上にフェイスペインティングを実施してきたんです。現在東京2020大会に向け無料講習会を行い、多くのフェイスペインターを育成中なんです。ならば、うん、私もやってみようじゃありませんかということでですね、深井先生直々に指導していただきました。これキットがあるんですね。で最初は日の丸に挑戦です。そう、これならね、いいんじゃないですか。そうそうそう、上からポンポンポンとやって、いいペラッとね、どうなるの、剥がすと、剥がす、あ、いい形になるんです。そう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 、日の丸だから、ね、赤を次使って、あ、これでも枠がないから緊張するね。そうそうそう、確かに。でも優しく押せばね、きれいきれい、できるわけですよ。でペイント用の絵の具はですね、種類も本当豊富で、もう色もねテンション上がりますよね。でラメラメちゃんもあるんですね。最後にね仕上げにつけると、本当これ、ね、魔法のラメラメちゃんで、
絶対可愛くなる。嬉しい。できました。できました。先生がやったのと私がやったのと、うんうん、ほら遜色ない。すごい自信。改めてフェイスペインティングの魅力を教えてください。あの、ね、先ほどもおっしゃってくださいましたけれども、うん、やっぱりテンションが上がるし、はい、そして本人だけじゃなくて周りのみんなもやっぱりすごく楽しい気持ちになりますので、あの書かれてる人もあと書いた人もすごく幸せな気持ちになるんですね、うんうん、それがやっぱり一番だと思います。じゃあぜひ、はい、皆さんに参加していただいて、はい、1万人、はい、もっとね1万人以上ですね。そうですね、うん、はい、参加していただけるといいですね、はい、そうですね、うん、集まっていただきたいです、はいはい、参加してください。お願いします。皆さんもフェイスペインティングで大会を盛り上げましょう、うん、でですね、私実はほらもう一つ先生に教わってきたんです。これはねこの後スタジオでご紹介したいと思います。とその前にいつものあれやっちゃいますよ。来た来た来た、わーおノリノリすごい。これ先生のところね。あーね、この、ま、なんか合ってるような合ってないような雰囲気がね。あ、かっこいい。すみませんね。なんで踊ってるの？いつでもどこでも必ず一回踊るんです。アンナちゃんは。そうか、テンション上がったから。そう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 、そういうことです。また踊ってましたね。あ、ちょ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 。父もなんでなんか塗ってもらいやすそうにこうちょっとちょっとちょっと受け入れたい先生。すみません。あ、お顔に、どうなってるのこれ。全然わかんないんだけど。それでは仕上げのラメラメちゃんをさせていただきます。これ人生初めての体験。そうなんですね。いいんでしょうか私は、どんな感じがします。この冷たい感触でなんかちょんちょんやられるのは気持ちいいようなこそばいようなちょっとこすぐったそうなんですね。よしよし、できました。見せて見せて、見せてください。どうなったの、どうなったの。よし、じゃあこれをちょっと撮りますね。かわいい。ヨット、あ、ヨットだ。ヨットです。上手。おいいじゃんこれ。なんかよくテンション上がるねこれ。踊ります、踊ります、大丈夫ですか。いいの、いいね、いやちょっと羨ましいな。羨ましいでしょ。いいでしょこれ。ちょっと私もやってほしいな。そうそう、じゃあ私もぜひ。超可愛くします。え、本当に。ぜひぜひ。じゃあこっちやったやった。じゃあこっち向いてもらっていいですか。はい、こう、ちょっと待ってな。一筆目がおかしくない。おかしいとこから書き始めましたよ。一筆目がお花ってなかなか、なんかそういうのあるじゃないですか。なんか猫ちゃんみたいな可愛いやつあるじゃないですか。猫ちゃんが、そう、動物的な。そうそうそう、そっかそっか、なんかあったじゃないですか。あったあったあった。そっか、楽しみ。こんな感じかな。なんか筆早いけどちょっと雑じゃない。そうそうそう、日の丸日の丸。いや、なんかあともう一個、あの神奈川といえばね、神奈川といえば、いやだからね、神奈川らしいもの、なんだろう。ほらほらほら、なんですかね。ほらほら、はい、できました。いや、ちょっと待って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 、カモメ。そうです、カモメ。いや、すごい簡単にできるかもね。テンション上がってきた。テンション上がってきました。日の丸相当手抜きじゃない。早かったし、この位置を若干こっちにしてほしかったよね。ほっぺすかすかないけど。すごい簡単にね、こうやってテンションが上がっていいよね。で、1万人って言ってたじゃないですか、はいはいはい、まあ、あれ1万人はその毎日がっつりやってってことじゃなくて、誰か1人でもこういうふうにねささっとできるようになっていけば、それが1万人いればどの会場でもみんなができるだろうっていうことで、なので1万人こういうふうにね、私みたいに1万人書く人でしょ。書く人、書いてあげる人、1人できれば、そしたらすごい数なのね。すごい数になります。そうそう、みんなでなんかグッズ持って応援するとテンション上がりますけど、うんうんうん、これももっと気軽にね、逆にできていいですよね。国旗とかもあるこうやってやらなくて、国旗はねちゃんと VTR のようにありますから、はい、私は皆さん簡単にできます。大会を盛り上げる、あのその他のイベントなんかもあるそうですね。結構そうですね、あの10月にはね、東京2020大会のね、1000日前イベント、これ藤沢市内でね開催します。それとあとパラスポーツ関係ですね、はい、神奈川パラスポーツフェスタとかね、パラスポーツ体験会、こういったものをね各地でやっていきますから、ぜひ、うん、参加いただきたいと思います ね。もう早いですね。なんか いろいろな取り組みできましたけど、なんかワクワク、もう待ち遠しい、このままもう応援に行きたい感じじゃない。応援行きたいですよ、このまま外出ますわ。今日は
盛り上がった気持ちで、ね、なんか近々大会もあるんですね。そうなんです、うん、まあ、3年後ということなんですが、うん、待ちきれないという方はですね、うん、全日本4709ヨット選手権が8月の17日から23日まで、またですね470クラスジュニアワールドがワールドチャンピオンシップですね、うん、これが8月26日から9月の2日までということなので、これもねぜひチェックしていただければと思います、ね、ちょっとこうフェイスペインティングをして知事もこうテンションが上がってきたところで、うん、じゃあ最後に思いの丈を、ね、このままですが、どんどんみんなでやっぱりテンション上げてね、楽しいオリンピックしたいですもんね、いいですね、盛り上げていきましょう、うん、盛り上げていきましょう今日はありがとうございました。じゃあまゆちゃんは次のコーナーを移る前にちょっと面白すぎるから名残惜しいな、流行らせましょうよ